ジョージ様、見てください。かわいいですよ。ほらほら。うん、本当にかわいいね。食べちゃいたいくらいだよ。そんなのかわいそうです。知ってますか、水族館に来て美味しそうなんて言い出すのは世界中でも日本人だけなんだそうですよ。そうなんだ。アメリカ人でもイタリア人でもきっと食べちゃいたいって言うと思うよ。その似合ってるよ、その服。本当になんて初めて見ました。この大水槽がここの最大の売りだそうだからね。なんでも世界で最大なんだそうだよ。そうなんですか。それはすごいですね。本当に素敵です。水槽じゃなくてまるで海の一部をナイフですっと切り取ってここに運んできたみたい。そうだね。これはもう立派な小さな海だね。水槽の中だったとしてもね。海だって有限ですよ。ううん、仮に無限だったとしても私たちは生きているうちにどれほどの広さを行き来できるんでしょうね。きっとそれは海よりずっと狭い。確かに皮肉な話だね。世界はこんなにも広いのに僕たち人間のほとんどは自分の国からも出ずに生涯を終える。そこが完成された世界だと信じられるなら、たとえ狭い井戸の底だったって立派な世界で海なんです、そこに住むカエルにとっては。
シャノンはそんな程度でお腹が足りるのかい？だとしたら男ってのは本当に燃費の悪い生き物らしいね。別にそういうつもりじゃなくて。ジョージ様こそそれで足りるんですか？男の方はもう少し召し上がった方が良いかと思います。普段のジョージ様だったらもう少しお昼を召し上がられていると思いますよ。しまった、そうか。シャノンには僕が本家で昼食をとるときどれくらい食べてるのかバレてるんだったね。はい、だから今日はお腹の具合でも悪いのかと思いまして。いやもう白状するよ。ついついカッコつけちゃってね。女の子と一緒だからって遠慮しちゃって。だと思いました。親族会議でのお昼の食べっぷりから考えてそれではとても足りないと思いましたので、遠慮なさらずにどうぞもう一皿を取りに行ってきてくださいな。ずるいな、僕ばっかり恥ずかしいよ。じゃあシャノンはどうなんだい？普段からこんな小食で後宮家のお勤めがこなせるのかい？なんだ、シャノンもそれじゃあ足りないんじゃないか。そうだよそうだよ、普段のランチならもう少し量が多いものをペロリと平らげてたよ。女の子のお腹は魔法でできてるからこれでも平気なんです、ということは僕たちは互いに見えっ張りだったってことになるね。もう遠慮はなしにしないかい？せっかく沖縄まで来たのにゴーヤを食べないのはもったいないからね。ゴーヤの炒め物でも持ってくるよ。シャノンも一緒に行こうよ。ほらほら。はい。せっかく海を一望できる展望レストランなのにあいにくの曇天が悔やまれるね。そうですね、晴れていたらさぞや真っ青な海を見せてくれたでしょうに。そうだね、普段六軒島で海を見慣れてると思うけど、ここの海はきっと格別な青さを見せてくれたはずだよ。残念だな。あ、でもお仕事の最中に見る海はどんなに青くても灰色と同じです。でも今日はお仕事中じゃないから、そのしいな。ジョージ様と二人きりで見る海ならたとえ灰色でも真っ青に見えますって言えたら100点満点でご褒美だったんだけどな。すみません、ご褒美は何だったか聞きたい？その聞いてもいいものでしたら。ダメ。
教えない。ずるいですよ、そんなの。お昼が終わったら海岸を歩いてみないかい？ひょっとすると雲が晴れて素敵な海が見られるかもしれないよ。そうですね、行ってみたいです。うん、そうしよう。でもそのケーキも本当に美味しそうだね。僕も同じものを持ってこようかな。いけません。お昼にそんなに食べた上にケーキまで食べたら太っちゃいますよ。ジョージ様は秀吉様の血が濃いみたいですから、気をつけないとおデブさんになっちゃいます。じゃあシャノンは僕がおデブになったら嫌いになっちゃう？僕はたとえシャノンがおデブになっちゃっても嫌いにならないよ。そういう意味じゃなくて、ちゃんと体を気遣わないと健康にって。母さんにもよく注意されるよ。やっぱり僕も太極拳とかを始めて運動しないとダメかな。ダイエットは無茶な運動よりも食生活の見直しから始めた方がいいんですよ。その上で運動を重ねないと効果が出ないんだそうです。つまりそれはデザートのケーキは控えろってことだね。じゃあ仕方ないから、シャノンがそのケーキを頬張るところを眺めていてあげるよ。ケーキ丸々一つはさすがに食べ過ぎだと思いますけど、半分くらいだったら大丈夫かもしれません。これ本当に美味しいんですよ。それが一番したかったんですね。ジョージ様は甘えん坊です。はい、幸せすぎて怖くなります。たまに言うね。何を怖がることがあるんだい？私、後ろ宮家にお仕えする使用人です。そんな私が後ろ宮家に連なる方とこうしてご一緒してるなんて、その過ぎたことのように思えて。僕もびっくりしてるよ。シャノンちゃんと出会ったのは昨日今日のことじゃない。何年も前から面識もある。でも年に何度もない親族の会合の席で挨拶をするだけ。そんな君とこうして一緒に過ごせる関係になるなんて全然想像できなかったよ。それはシャノンもでしょ。私はその、ん、想像だけはしてました。いえ、その、そ
というよりは、その妄想みたいなもので、いつも紳士的で思いやりのあるジョージ様とご縁があったらなって、その妄想をしてただけで。じゃあ僕たちの縁は君のその信じた心のおかげだね。思う力には魔法が宿るんだよ。だからその魔法がきっと僕らを巡り合わせてくれた。そうですね、多分きっとそれは本当に魔法だったんだと思います。でもね、そんなことはないんだよ。僕の中でも毎年出会うたびに美しく見違えていった君の存在はとても大きくなっていた。そして君にとっての僕も同じものだとしたなら、今日ここに僕らがあることは必然の結果であって、魔法や奇跡なんかじゃないのさ。奇跡はあったんです、ジョージ様。奇跡？魔法あったんです。魔法か？はい、魔法です。言っても信じてくれないでしょうから言いません。でも確かにその魔法には、私とジョージ様を巡り合わせてくれる奇跡を叶える力がありました。それは何かのおまじないのこと？そうですね、そういうものの類かもしれません。一つ違うのは、おまじないなんかじゃなく、本当に本当に魔法だったという点です。そうだね、同じ運命を100回繰り返したら、僕と君がこういう関係になる結果は一度しか起こらないものだったかもしれないね。互いを意識し合いながらも、僕たちは他人行儀な関係を今も続けていたかもしれない。そんなよその世界の僕らから見れば、今の僕たちはまさに奇跡のような関係に違いないだろうから。そういうのじゃなくて、本当に魔法なんです。男の方にいくら言ってもこういうのは信じてもらえないんでしょうか。カノン君も全然信じてくれませんし。信じるよ、僕が信じなくて魔法が解けたら嫌だからね。ジョージ様、そうそう、僕からわがままが一つあるんだけど、聞いてもらえないかな。はい、何でしょうか。そのジョージ様って呼び方嫌いじゃないけど、もうなしにしないかい。もちろん後ろ宮家では対面もあるだろうから、六軒島での普段まで強制はしないよ。でも二人きりの時はなしにしよう。うん、そういうルールにしよう。ルールですか。もし破ったらどうなるんでしょう。そうだね、ルール違反には何か罰ゲームがないといけないかもしれないね。そうだな、何がいいかな。聞きたい？いえ、聞きたくありません。何がいいか僕も考えておくことにするよ。はい、
ジョージさん。うん、素敵な響きだね。嬉しいよ、シャドウ。私もサヨという名前があります。そっか、ルールはフェアじゃないといけないね。僕もそれを守って今から君のことをサヨと呼ぶことにするよ。いいね、サヨ。はい。真っ青な海だね。この海を二人で見られてとても嬉しいよ。私もです。この真っ青な海をあなたと二人で見ることができてとても嬉しいです。
いや、約束は守りました。今度はあなたが約束を守ってくれる番ですよね。私の願いを